チャンネルクララをご覧の皆様こんばんばは私有哉の大統領選挙ブックメーカーがいよいよ始まるということで、はい、ブックメーカー外伝というか <laughs> ブックメーカーウォーミングアップというかジジョョブックメーカー除雪 <laughs>、はい、というのは、まあ、いずれにしましても、あのー、中間選挙も終わって、はい、いよいよそろそろブックメーカーが始まろうかということなんですが <laughs>、うん、その前にですね、あのー、一応まあ総括といいますかす、ね、ウォーミングアップとして実は衝撃的な。 あのことであのアメリカにあの取材に行ってこられて、はい、あの帰国したーズ先生から伺ってですねなんとですねやはり2020年す不正はあったい,、ね <laughs> はい、いや不正があったっていうかあの、まあ、雑なだけなんですけど正直言ってアメリカ人が。<laughs> だからあれですよね <あの S 1> 不正っていうのがあの要するにあのパスワードが間違えた時にインコレクトって出てくるっていう。う えっと友達の家に行ってみたんですよ、うん、マシントン DC に住んでる。で、えー、行ってみたらあのまあ日本人ですよ、はい、まあ当然投票権ないですよ、はいえー、その人の家に、えー、っと前の人の持ち主の郵送投票の投票権が届いてて <laughs> <laughs> それでまああのー、それその封筒と中に、えー、名前書いて。 名前というかサイン書いてそれが一致してると、まあ、それはその人送ったってことになるので、うん、あのまあなりすまし投票が全然可能なぐらいざるなこうなんていうんですか投票の運用がなされてるっていう,うん、うん、投票用紙のまあでもこれは多分あのなんてつうんですかね 雑ななだけなんですよ、ね、<laughs> わざとやってるっていうより <laughs> 多分ねだ <laughs> よねっていうのをまああのとはあ,、えーねまあ、あ,あれですよねそのやっぱりコロナ前は <laughs>、はい、あの郵送投票の割合ってのは非常に低かったものが、はい、コロナでものすごい急激に増えちゃって、はい、事務的なチェックだとかその辺がもうパンクしちゃって <laughs>、うん、間に合ってないっていう面もあると思うんですがただそれ以上にあの、はい、先ほどちょっと打ち合わせの時に伺ってて。はい だかとああそうです、ねはい、だら投票の集計が遅れるっていうのは、まあ、ここら辺でね本当にねちゃんとこういう話で整理しといた方がいいと思うんですけど例えば、まあ、そもそもねあのダメなんですよ集計人が。<laughs> <laughs> 集計人のレベルがめちゃめちゃ低いのであの数え忘れちゃったりとか、うん、あの単純に遅かったりとか、うん、あの数えてられてなかったりとか。 もうねろくなならじゃないんですよその集計してる人はでもまあそれを差し引いたとしてもまあ遅いじゃないですかね、ええ、日本はこう1分でも1秒でも早くみたいなことやってるのに、ね、正確に、あのー、戦艦さんがそういう取り組みをしてるわけですけどアメリカはそういうもうそもそね現場がグダグダなんですけど、うん、あのー、なんていうんですかね、えー、郵送投票をするじゃないですかね、はい、さっきの,あの名前とその投票者が一致してるといありみたいな感じのやつで。でそれがあの えっと選挙は何日後までこれはまあ週によって違うんですけどもまでにまあそのね投票前に決心があったら有効みたいなね、はい、えそういうようなルールがあって届くのを集計してるからっていうふうに日本では説明されてるんですけどまあ知ってる人でもねえでもそうじゃなくてまてそれもあるんだけどあの郵送投票で送ったものがまあそのさっきの称号再挙みたいなのがあるじゃないですか一応何の意味もない称号再挙があるわけですけどその,そのサインすらまともに書けないやつらがいて。 <laughs> 投票する方のね、投票する方のサインとか、がまとめようけない人たちがいて。ね、リジェクトされるんですよ。拒否されるんです。その戦艦に。ちょ,ちょっとすみません、はい。あの、サインが違うって、別人が書いてるんじゃなくて。<laughs> うん、同じ人間書いてるんです。そう。そうえす、すみません、意味わかんないですけど、ね、まだ、あの、アメリカ人の現場のレベルはそんなもんだってことなんですよ。で。<laughs> で、あのーうん、拒否されるでしょ、うん、拒否されると拒否された人の,あのリストができるんですよ、はいで。拒否された人のリストができて投票日が終わった後にた後に何日以内に拒否された人は再投票できるっていうルールになったりするんですねネバダ州とか。<ー>でそうするとそのリストを、あのーまあ、政党の人、まあ、主に、ね、あの民主党の方が輸送投票が多いかもしれないですけども、まあ、民主党の共和党も手に入れるじゃないですか。手に入れてで えーとその投票がリジェクトされた人表否された人の家まで行ってすいませんもう一回投票してもらっていいですかって <laughs> 投票後にやるだから何から集,集計作業がなかなか終わんねえんだとこれねあのどうなってんのかなって思ったんですけどあのワシントン・ポストが間違って載せちゃったんですねそれを。 ほう民主党の人があの集計しているっていう <laughs> 再,集計をあ再投票を促すね、えー、していますみたいなこんな民主党は努力してるんですみたいなのをワ <laughs> シントンポストが、ね、<laughs> 載せちゃって <laughs> す,すみませんそれは、うん、こんなそのズルをしてるとかそういうことじゃなくて、うんうん、努力してますってプッ <laughs> ババババにュしてるわけですよ <laughs> <laughs> そ<れが><笑><笑>あまあだからねそういうこともやってんだねって感じで、まあ、郵送投票プラスその、えー、拒否された人の再投票みたいなのを促してるでもこれは別に民主党できなくて共和党もできるんですからね両方ともできるからしかも合法なわけですよその州では。うんうん、だから あの日本人から見ると、まあ不法に不法っていうか、不正に見えるんだけど。合法なのね、一応ね、それは。<laughs> さっきのあれですよ。その外人が違うの、違う名前で投票するっていうのは違法だと思うけど。<laughs> その郵送投票と、その、なん,ていうんですかね、えっ、ー、と、再投票のやつはルール化されてたりするわけですよ。な、うん、だそういう意味にいくと、その、まあ、われの感覚とはだいぶ違うわけですね。選挙、ね、そのものは。うんうん、だし、まあ、もう一つはよくあるのは。 あの選挙の最終的な投票結果が数パーセント以内だったら再集計しますみたいな話ってあるじゃないですか。で再集計するっていうのはそもそも間違ってるからっていう話。 <シ>じゃないですかね最初の集計がね<シ>最初の集計はこいつら数数えられねえんだっていう前提に立ってるわけですよダメダメだからその,その現場の集計してる人たちが。でだから、あのー、数え直すと数字が変わるかもしれないっていう前提の制度設計になってるわけですね。<シ>で,ですよ数え直したら違うだろうっていう。 で数え直すためのスタッフ雇わなきゃいけないじゃないですか。うん、そでそのうんと数え直すための費用は数え直さしろっていった陣営が出さなきゃいけないのでうん、うん、だから不正選挙だって言わななきゃいけないけですよ不正選挙だこれは不正選挙だって話をしてお金を集めないとその数え直しをするスタッフのお金が集められないからだから不正選挙だって話をするんですね。<laughs> でだからこれは別にあの共和党が負けたときゃは共和党もやるし民主党が負けたときゃは民主党もやるんですようん、うん、っていうような話があったりとか、まあ、もう一つあの選挙の不正選挙の話でいくと、あのー、バロットハーベスティングっていうのがあるんですていうかそんな言葉がすでにあるんですよちゃんとちゃんとね不正 <laughs> 選挙を表す言葉があってこれ何かっていうと投票収穫っていうんですよ日本語だと。つまり投票用紙を収穫してて回るっていう 話なんですけど、何かっていうと、あの不在者投票なんですね。はい、不在者投票は、なんかあの不在者投票ボックスみたいな、あのー、ポストみたいなのが立ってんですよ。はいはい、ポストとか自販機みたいなやつがあって、そこにこう入れるんですけど。あの本人確認とかは、その時日本の不在者投票みたいなのないので、入れないんですよ。だから、あのー、なですか、集めてきて。その不在者投票、はい、不在者投票集めてきて、試合がどうせお前、どうでもいいだろ、入れんのみたいな話で。集めてきて、書いて、入れればいいんですよ。 なこれ多分郵送投票も同じことができるのであのそういうのをあのバロットハーベスティングって言うんですよでそういう言葉が普通に存在してるので毎回選挙をやるたびに選挙の正当性っていうのが選挙戦のテーマになるような国なんですよ選挙の正当性を担保しましょうっていうことが選挙戦のマニフェストのテーマになるようなイメージなんですよだから <laughs> 日本人から見ると 本当ににダメななな感じんんででですすけどでももバロットハウエスティングもあの州によっては合法なんですねうん、うん、だから別に違法なことをしてるつもりはなかったりするわけですよその州に住んでる人たちに関していくと。なのであの相当まあ,あの違うもんだし、えっとまあ、不,正不正といえば不正なのかもしれないですけど不法ではないようなものってはかなりあってでも日本人から見ると、まあ、全部同じようなものに見えるしそのなんていうんですかね えっとまあ、コロナ禍において例えば不在者投票とか郵便投票が増えたのでこれやるのは民主党の人たちが確か多いから、まあ、その民主党に有利な制度改正がなされているってそれは本当の話だと思っててというか、まあ、有利な制度改正がなされた上にそういう状況が生まれているっていうのはそうだと思っていて共和党側はこれに対処しなきゃいけないっていう話になってる。 わけですけど、別に共和党も同じことできるんです。そこに関していくと。だから、その、まあ、あの、いたちごっこでお互い対応していくってことになるよねっていうふうには思いますよね。まあ、だから結果的に、それでバランスされちゃうわけですよね。はい、そ,うそうです。そうです。結果的に、バランスされちゃうっていうのは、最たる事例が、あの、クリントンのトラン。あ、ヒラリークリントンのね、トランプですよ。そう<お>。はい。 だトランプは、まあ、選挙の不正があって話1月6日、ね、連邦議事堂襲撃事件やってましたけど、はい、もう一人ね今アメリカにおいて選挙の不正を訴えてる人がいてそれはヒラリーなのね。 今更,今更,ね今更あの私が2016年に負けるわけがねえとトランプに言ってバイデンでも勝ててんのにみたいなねそバイデンででも勝てのかいよそこまで言ってないけど多分そう思ってると思いますよヒラリーはだからヒラリーは今ねな,なんでしたっけねこれえっと団体えっとねクラシタ・コープっていうあの団体を応援しててこれはあのえっとですね2024年に。 えー、いくつかの州でねあの選挙不正がトランプ派によって行われるとで最高裁は今保守派だから絶対あいつら不正選挙やるんだっていうことを訴えてる団体があるんですけどそれをヒラリー・クリントンはあのめちゃめちゃサポートしてるわけですよなぜなら自分が不正選挙で負けたと思ったから2016年の時に <laughs> で。でそれでねそのヒラリーがそのサポートしてるクラシダ・コープっていう、あのー、なんていうんですかねその団体が不正選挙が起きてますっていう起きる可能性があるぞと2024年に。<laughs> っていうので指定してる州がアリゾナ州とウィスコンシン州とミシガン州とペンシルベニア州とノースカロライナ州とジョージア州なんですよ。全部トランプが言った州じゃないかみたいな。<laughs> トランプもそのここで不正があったと。<laughs> だからお,お互いあそこは不正だぞっつって,言ってるところで。<laughs> そうそう。いやマジでねあのお互いそう思ってんだったらちゃんとした制度制度にしろよみたいな思うんだけどそもそも。<laughs> その <laughs> <laughs> でもそこはあの改善しないんですねこの人たちはね。 あんまり興味がないからなんですよ。でもそのたんびにじゃあまあだ不正日本語で不正と違ってあれですよねインコクトですよねだから正しくない正しくないという意味の不正のあれが続いてたんでそのたんびに選でしょそのたんびにまたマニフェストというか重要な公約というかその争点に入っててそのたんびにならなくてずっとその先延ばしでその積み残し積み残しで毎回いくっていうのも。 いいなと、ね、まあまあもちろんほ、ね、かの争点と同じものになっちゃってるわけですよそれが要は,イメ,はイメージとしては経済対策の下にあの選挙の,あの、ね、エレクションインティグリティっていうのは入ってるっていう,うん、うん、選挙の正当性っていうのは入ってるっていう <laughs> ような感じじゃ,じゃもうそれと並んで中,中,中絶とかも並んじゃうんですよそれに。 っていうようなもんなんだっていうことを踏まえた上でアメリカのその選挙っていうねこれからあの大統領選ックメーカーやってるわけですけどあの見ていかないとなんかね日本人の感覚で見ちゃいけないと思うんですよアメリカの選挙そもそもはいいやーな,いなんと言って話してるのかって感じですかね えっと、陰謀論とかはまっちゃうわけですよね <laughs> あの大前提としてだめなんですよあの人たちだめ、うん、な人たちなんですよアメリカ人のはでもアメリカ人もそう我々もそうだけどあったらもうできちゃうみたいなんですけど <laughs>、まあまあできちゃうけど、ね、<laughs> できちゃうみたいなんだけど <laughs> で,もできちゃうけどでもそれはそれで多分多分バレたらすごいバズる、まあまあ、そうですねそうバズる他人の国に投票したことがないので分かんないんですよアメリカ人も自分たちがおかしいということが。うんうん <laughs> あんまり。<laughs> そので、われわれから見るとおかしいんですよ。<laughs> でも、彼らは、多分ね、日本がこんなに。あの、超正確な選挙戦をやっていて、ひょうひょうのね。やっていて、比例代表せ、<laughs> 比例代表せって、最後の一票まで数えなきゃいけない。運用しているということが、多分信じられないはずなんですよ。すね、<laughs> アメリカ人には。 なんでお前らそんな細かいことやってんのみたいなアメリカって選挙完全小積極制なのでほとんどだからそのどっちが多いかしかないんですよ究極的にはな、うん、どんなやつでもなんとか集計できるんですよ確かにか毎日一枚ずつこうやっていけなんだもん、ね、そうそう,そうあの運動会の玉入れと一緒でうん、うん、<laughs> とかあのドンってやってあこっちの方が高いっすねみたいなそういう世界なんですよ <laughs> 私たちはだからあのお互いに信じられないことやってる <laughs> じゃないかなと思いますはい でなんか、日本の場合はあれです一分一秒争う速度でみたいな。正確なのは当選としてみたいなことをやってるわけだから。頭おかしいんちゃうかって思われますよね、もこの人。<laughs> <laughs> はい。そこにかけるエネルギー、もっと別の方に。<laughs> う,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 うん、だ、そういう話かなということで、えっと、日米両国のですね、まあ、その選挙に関する常識っていうか。まあ、そういう感覚ね、感覚をまずは、あの、今回共有したことによって。これからいよいよ大統領選挙、僕めがやりたいなと。<laughs> <laughs> いや思っていもうブックが成り立つのかどうかもう分かんなかった、はい、成り立つんだよなそれはともかくですね、まあ、皆様にあの久しぶりにですねいよいよその中間選挙がまあ終わりまして、はいでまあ、24年の選挙に向けてですね <laughs>、うん、まあ動き出すということで、はい、ブックメーカーを再開するにあたりまして、えー、まずはですね えー、確かにあったよ不正選挙とそうす、ね、いう、えー、ことでですね前回に限らず、うん、歴史的にアメリカは他にもいろんなところにあの信じられないような <laughs> ことが合法的に思われています。<laughs> というわけで、はい、えっと、まあ、次回からですね。いよいよそのブックメーカー復活ということでございますが、はい、まずは最初の、はいえー。前夜祭ということで、はい、おたし、お楽しみいただけたのではないかと思います。次回以降、またよろしくお世話いただければと思います。はい、どうもありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからには、ちゃんとした、あの、シンクタンクがなければならない。ま 全くこれまでと違った局面に今、直面しているのではないのか、その税金がどういうふうに使われてるんだとういうことに関して、本当に意味のある使い方してるんですか実は、チャイナが欲しがるような資源を持ってる中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。 目的は一つで日本が地球上で文明国として生き残るため。